皆さんこんにちは。そしてこんばんは。ビレッジブリッジ TV 始まりました。今日も見てくださってありがとうございます。今日何回目？3回目4回目、もう4回目って早いね。早いです。この間ね、あのギターの弦を外して掃除をするとこまでやりました。なんかね、オリーブオイルを使ったんだよね、そうそう、今ヤマハ君喜んでね、結構いい感じで綺麗になりました全部。はい、じゃあここで弦を張っていくんですが、はい、ギターの弦にも種類がいっぱいあります。はい、でこれフォークギター、このフォークギターに張る弦っていうのは、まあ基本的に、はい、スチール弦。あ、そう、ね、弦ってさ、たくさんあって、何を選んでいいのか分かんないんですよ。そうでしょ。そういう方多分いらっしゃると思うんですけど、まあ分かりやすく言うとですね、鉄の弦なのか、それともナイロンの弦なのかとか。ナイロンの弦ってあのクラシックギターとかですよね。そうです、クラシックギターとかね、そういうなんていうかな、ちょっとフォークギターとちょっと違うんですよ、あのシステムがね。それはまあ、昔はね、ガット弦って言ってね、動物のね、腸から取ったね、もので作ってたりとかしてる。今はそれを動物の腸から取る、腸のね、中のなんか繊維で作ってたらしいんですけど、もう大元はね、だけど今はそれをナイロンで代用してやってるんですけど、フォークギターの場合は鉄弦を張ります、基本的に。はい、でこれスチールの弦ね、はい、でスチールの弦にも種類があって、はい、まあスチールの弦に、まあ、種類があるというより、コンパウンド弦というやつとスチール弦というのが2つあって、コンパウンド弦という弦は、まあ、結構特殊な弦で、まあ、そういう音が欲しい人だけが張るような感じだから、まあ、普通のフォークギターの場合はスチール弦、はい、フォークギター弦とか書いてありますから、フォークギター用って書いてあるやつの中からまず選んでくださいというのがまず1つ、はい、でそのフォークギターのスチール弦の中にもサイズがいろいろあります。太さが全部違うんです。例えばこれ前回ね、撮ったやつ、こういう、これの、まあ、1弦から6弦までってこう弦の太さ違うじゃないですか。そう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 、とはまた別に、あ、っていうかなんか手汚いわ私、いやだから例えば1弦のね、太さがね、何ミリなのかっていうのが選べるわけですよ。それでまあどれを選んだらいいのかっていうのは、そう、わからない。それはね、まあやりながらね、自分が一番弾きやすい音のいいやつを選んでいくのが一番いいんですけれども、まあ一番わかりやすい標準というか、ステレオタイプな、オーソドックスなやつは、まあ大体ライトゲージって言われてるあのサイズを貼る人が多いですね。これは1弦がね、012012、これはミリなんですけど、はい、0.12 ミリってことですね。お、先生で、先生が持ってきたやつはこういう、これね、すごい超激安で、これはライトゲージなんですけど、お手頃価格、超お手頃価格の弦なんですけど、同じスチール弦の中にも、はい、まあ、ただのブロンズ弦とフォスファーブロンズっていう弦と、はい、コーティング弦っていう弦があります。でこれはフォスファーブロンズっていう弦の、あ、これですね、そう、ライトゲージ、フォスファーブロンズ書いてあります。フォスファーブロンズっていうのはちょっとね、高音がねすごいきらびやかになったり、で普通のブロンズ弦よりも持ちがいいです、若干。そんな違いがあるんですね。なのにもかかわらず結構安いっていうことでね、これしかも3セットの中に入ってますから、これで本当だ、まあ、お値段はS ハウスさんで見ていただけると分かると思いますが、こういうやつを、まあ、僕は今日は持ってきました。このライトゲージは1弦12012で、2弦が016で、3弦が024で、032、042、053っていう、そういう6本なんですけど、これがもっと細いやつ、エクストラライトっていうやつは、010、14、23、30、34、47っていうタイプのやつとか、もう一個上のレギュラーっていうタイプ、それはこれよりちょっと太くて、13、17、26、35、45、56っていうやつで、もっと太いヘビーゲージってやつはもう1弦が14、次は18、27、39、49で、最後がいくつだこれ、6号かとかね、そういう太い弦もあるけど、まああんまりね、太い弦を張るとですね、ギターのネックってずっとこう引っ張ってますから、ネックが反ってきたりとかね。ああ、よく聞きますね。そういうこともある。で、あまり細すぎるエクストラライトなんかは音自体が結構ね、痩せちゃうんですね。音が小さくなったりとか、こうきらびやかな音があまりしない。だからまあ、おすすめはだいたいライトゲージかレギュラーゲージ
でまあライトゲージが弾きやすいからいいんじゃないかなっていうことで、女の人なんか結構指の力が弱いからあんまり太い弦だと手が痛くなってくるんですよ。ここが超痛い、まあ痛い、まあ、どれ弾いても痛いんですけどね、フォークギターっていうのは大体ね。でもまあまあ一番まあいいんじゃないかなっていうのが、まあこのライトゲージが一番やりやすいので、今回はライトゲージを貼っていきたいと思います。はい、結構ね細かいんです、貼り方ねなかなか大変なんで。じゃあ開けますね、マスク、うん、開けてください。すごい、3パックセットってお得、激安なんですよ実は。この値段でフォスファーブロンズ買えないでしょってぐらい、ね、安いんで。ちなみに弦はどれぐらいの頻度で買えるのがいいんですか？まあね、これは本当にね人によりきりで、もう何ヶ月も貼っちゃう人もいるんですけど、はい、まあ弾く人だったら本当にまあ1週間に1回ぐらい変えてあげた方がいい。え、そんなに？そんなに弾く人ならね。弾かない人でもやっぱり1ヶ月に1回ぐらい弾くと変えないとサビが出てきて、いろいろフレットにサビが移ったりとかしますんで、まあ、僕なんかねライブ1本ごとに必ず新品に変えます。だからあんまり高い弦はね使ってません。もういいゲームいっぱいあるんですけど、お手頃がいい。そう、ということで、ちなみに今出したらすごい優しい、インチ、うん、ちょっと番号書いてるでしょ、3、分かりやすいでしょ、5、6、ね、すごい優しい。これ間違えて違う風にやっちゃうと大変なんです。書いてないやつ結構ありますね。あります。でさっきのね、そのあかりちゃんのもともと貼ってた弦はこの一番最後のポールエンドっていうボールのところの色で、そう変えてたんですけど、ね、これ、そうそう、これ緑とか紫とか赤とかねいっぱいあって、これで変えてたんですけど、これは袋に書いてあるから袋を見ながらやっていきましょう。まず、はい、あの一番こっち側が6弦になります、はい、一番こっちがね6弦は太い方、太い方です。はい、細いのが1弦、はい、で、あの、まあ、6弦から貼っていきましょうね。はい、でまず6弦を取り出します。6からです、はい、6。このボールがついてるんですけど、ボールのついてる方側をちょっとだけキュッと曲げてあげます。あまりボキッと折らないぐらい入りやすくなるんで、そしてこのボールはこう横じゃなくて縦にこういう形ですね、こういう形で穴の中に入れます。そして今度はピンは溝がついてるやつが面があるんで、この溝のついてる面をヘッド側の方に向けてここの中に入れていきます。で刺したら引っ張って、ちゃんとこれが抜けないようになったかを確認して、はい、これでもう大丈夫です。これでちゃんと貼れました。でこれ今度はペグ側の方に入れていきます。で今度ペグは6弦は一番こっち側、ここに6弦が入って、で5、4、3、2、1っていう風になって6弦入れていきます。この穴の中にまず全部突っ込みます。ビーって引っ張るね。で一番奥まで1回入れちゃいます。で一番奥まで入れてから、ここの部分のペグのギリギリの根元を持って、ここからちょっと戻して、ちょうどこの白いこのね白いところの上ぐらいまでちょっと戻します。そうするとこのぐらいたるみます。このぐらいのたるみになったら、今度このここの部分をロックしていきます。これこのままぐるぐるぐるって巻いちゃいますけど、そうするとあってチューニングが狂っちゃうんです。これを狂わないように、これを上にぐっと持ってって、この下を通します。下を通してここでギュッてこれを上にロック。でここがちゃんとガクッと止まっているとチューニングが狂いづらくなるんで、こういう風にロックした状態、この状態でこいつをこっち側に巻いていきます。でこれは手離してやるとビロ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 ってなっちゃうから、ここをねなるべくこうちょっと引っ張った状態でこういう風にやってあげると巻きやすいと思います。でこういう風に巻いていくんですけど、ここで先ほどのまたアルトベンディ君が登場します、ね、でここをこうなるべくたるまないようにこうちょっと引っ張ってる状態でこいつをつけて、くる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 と、こういう感じで、はい、巻きすぎちゃって一発目でいきなりバツンと切っちゃう人いるんですけど、それ注意してくださいね。ある程度腫れたらもうそのぐらいで、ちょっとこっちが出てきたりとかしますね。こういうところも押さえて、ちゃんとこうこの状態でこういう風にビロ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 このぐらいまで腫れます。でこういう、まあ、ペンチ、これでこの出っ張ったところを根元からバツッと切りましょう。でこれできれば先っぽ切ったところが上向いてると指で当てて、ここで指切れたりしますんで、
この先ってちょっと下に向けてあげると綺麗にずらくなります。でこの状態でちょっと上にこうグッ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 とこう引っ張ってあげると後でチューニングが安定しやすくなります。こんな感じですね。これをじゃあ5、4、3、2、1とやっていきます。はい、これで一応6本全部弦が張れました。まあ今の時点でチューニングがバラバラな状態でまだ全然たるんでるんですけど、これでチューニングするときは弦を引っ張りながら、ちょっと弦があの鉄なんで張ってからだん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 伸びていくんですね。でこれを伸びを先に全部伸ばしちゃっておかないとどんどんチューニングが狂ってしまうので、こういう風にちょっと上に上げたりとか、こういうところをちょっと押さえてこう引っ張る、こういうところを押さえて引っ張る、こういうことをやっていくとちゃんとあの弦があのしっかりとしてきますので、チューニングやりながらそれをやっていきます。で今回はここまでにして、今度チューニング講座というのをね、次の回でやっていきたいと思います。先生ありがとうございます。はい、ということでね、綺麗になった、綺麗に貼れました。弦も新しいのになった。まだねチューニングボロボロだけど、はい、これをあかねちゃん毎回やるんだね、自分でね。ちゃんとあの動画を見返してちゃんとやって、次回でチューニングの方をやり方を教えていきます。はい、ね、これも大事なんで、はい、本当にね、曲作るも何も初めのチューニングがおかしかったらもう人生のチューニングがおかしくなってきますから。確かに、そうやっぱりね、そこも大事なんで、今度はそっちもじっくりと行ってみましょう、はい、ということで、とりあえず第何 4回目でしたっけ、多分4回目かな、ね、4回目はこんな感じで終わりにしたいと思います、はい、皆さん今日も見ていただきまして、はい、ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いいたします。せーの、名前がまだね入ってない、ビレッジブリッジ、ビレッジブリッジね、ビレブリ、よし、はい、いきます、はい、せーの、ビレブリ。